こんばんは、あなたの出番です。ナビゲーターの平野恵子です。この番組はビンゴ地域の方に登場していただき、ゲストコメンテーターの小林文明さんを交えてテーマに沿ってディスカッションをしていきます。ゲストコメンテーター小林文明さんです。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、国会が、会期がちょっとね、延期になって、そうですね、延長されまして、7月の22日まで、はい、ということですが、今国会で、大きな法案の一つが6月の終わりに成立したということで、はい、働き方改革の法案ですね。このことをちょっと皆さん、ご紹介いただいていいですか。はい、そうですね、働き方改革法案というのは、もう数年前から議論がされてきて、早くやらなければという話だったんですけども、今国会でしっかり議論をしてやりましょうということで、参議院でも成立が6月末にしました。はい。で、私自身もですね、サラリーマンやってましたんで、同じだったんですけども、月100時間以上ですね、本当はやると過労死の危険性があるというふうに言われる時間なんです。で、今回はもう月100時間以上っていうのはもう絶対ダメということをきちっと決めて、今まではこうサブロック協定って言ってですね、労使組合とこう経営者側で話し合いがすれば、それ以上働いてもいいよということだったんですが、もうこれはもうどんなことがあってもダメと、それを超えたら罰則がありますよっていうことが、一番わかりやすい、きちっと決まっていきます。で、そういうことになってきますので、やっぱり企業によってはですね、今までそうは言ってもなんとか繁忙期あるからということで、残業で乗り切ってきたところ、これを場合によっては人を増やすのか、もしくは職場のですね、仕組みを少し変えて、今までよりも短い時間で同じ量、もしくはそれ以上の仕事ができるように変えていくということが、どうしても必要になります。そういう意味ではとっても皆さんにとって大変なことではあるんですけれども、なんでこれやらなきゃいけないのかっていうことが、共有することはすごく重要で、なんか政治もですね、行政もなんか働かせない改革をやりたいってわけじゃなくて、そうですね、もうこれから将来40、50年は人口減っていくので、やっぱり人手不足になると。で、じゃあ人手不足の中でどうやって乗り切っていくかっていうと、やっぱり今の仕事のやり方を変えて、少ない人数でもこれまでと同じ、もしくはそれ以上の仕事ができるように作っていく、もしくは、いや人手不足だから職場の環境を変えて、短時間勤務の方でも仕事ができたり、あとは少し体力がないシニアの方や障害のある方でも仕事ができる環境を作ることで、今までよりもより多くの人に参加をしてもらえる環境を作って乗り切っていく、この2つどっちかをやっぱりやっていかなきゃいけないですね。むしろ同時にやっていかなきゃいけないんですけども、でそれをやる上でもやっぱりルール上上限がないと、これはやっぱりそこに進んでいかないので、皆さんと一緒に決めていこうじゃないですかっていうのが、重要なポイントかなと思っています。もう一つは、仕事に追われて結婚どころじゃないとか出産どころじゃないとか、はい、そういう方々のためにも少しこう時間をっていうのもあるんでしょうかね。おっしゃる通りです。これも重要なポイントでですね、やっぱり日本にとって一番の問題はやっぱり人口減少なんですね。でなんでこんなに子供が生まれなくなったんでしょうかと。特に自分の意思でですね、子供を持たない方っていうのもいらっしゃるのが事実です。でそれはそれでいいと。ただ欲しいなと思ってるんだけど、子供を持たない理由の実は1番目、特に第1子を設けて第2子どうしようかなと悩んだ時に諦める一番の理由は、実はパートナーがどれだけ子育てに参加をしてくれるか、これが実は第1位の理由なんですね。ですから日本の一番大きなこの問題である人口減少を乗り切るためにも、やっぱりお互いに早く家に戻れて、家事に参加できる、そして、家族の時間を持てることが、実は日本の大きな問題を解決する本当の直接的な解決方法になっている。これをぜひ知っていただけたらありがたいなと思ってまして、時期がですね、スタートする時期が、大企業と中小企業で1年ほどずらしていますので、中小企業の方が準備が大変だというのがあると思いますから、それまでしっかり準備いただきたいと思いますし、建設業とかお医者さんとかですね、あと運送系、こういう本当にもう今人手不足で大変だ、こういうところはさらに5年少し猶予ありますので、一緒に乗り切れる環境を作っていきたいなと思ってまして、IT 化の補助も出したりとか、あとは行政自体もですね、今私たちも総務省実は働き方改革、昨年からチーム立ち上げまして、この間プラン発表したんですけども、これからこれはもう次の週に、そうですね、詳しく教えていただいてもいいですか。ご紹介したいと思いますので、とにかく行政とのやり取りでですね、仕事が忙しい方々もたくさんいらっしゃると思うので、行政自身も変わる、
これもやってみんなで一緒にやっぱり次の時代の日本の、はい、まあ、働き方であり生き方に変えていくということをやっていきたいなという機会になると思いますのでぜひご協力いただきたいと思います。全てにおいて豊かになるといいですよね。そうなんですよね。やっぱり一人一人がもっと豊かになれる、はい、そういう働き方生き方を目指すっていうのが今回のポイントですので、はい、ぜひ一緒に前向きになれたらと思います。よろしくお願いします。さあ、あなたの出番ですはパソコン、スマートフォン、タブレットでもお聞きいただけます。 FM 福山レディオビンコのホームページからどうぞ。この番組は高和物産カネソ22の提供でお送りします。ザロンデトーク、今夜の主役は福山泡盛同好会副会長でいらっしゃいますガキヤ信夫さんと沖縄ごっぱち酒場店長でいらっしゃいます久川千夏さんです。ガキヤさん、久川さん、出番です。はい、さーい、中華花びら、どうぞよろしくお願いいたします。おー、え、こんばんはっていう意味だったんですか。そうです。はい、さい、どうぞ。はい、さい、あ、いいですね、ちょっと言ってみたいですゲストコメンテーターの小林美幸さん、はいさーい、はいさーい、楽しいですかこれ。はいさい、楽しい。女性ははいたいなんです。あ、男性ははいさいで、はいたい、はい、はいたい。あ、そうなんですね。じゃあ平野さんははいたい、はいたい、私ははいさい。あ、沖縄も一つ覚えました。なんか嬉しくなりますね。ね、嬉しいですね。それだけでも、はい、はい、そうですね、なんか沖縄が近くなったような一気にしますけれども、さあ、それではガキヤさんの方からまずは福山泡盛同好会とはどんな会なのかちょっとご紹介いただけますか。はい、福山泡盛同好会というのはですね、以前福山泡盛同好会、6年7年前ほどまで結成しておりましたが一度立ち消えになりまして、去年初めてまた再結成ということで、立ち上げました。で、とても泡盛を種類多くですね、全国の皆様に泡盛の良さを楽しさを知っていただこうと思って、結成しました。ガキヤさんもですね、はい、磯川さんも沖縄出身。沖縄出身です。なんですね、僕も中部石川市、店長は石川市ですね。ああ、そうですか、はい、じゃあもう二十歳になったら泡盛をグイグイ、子供の頃英才教育英才教育ポソッと小さい頃英才教育今会員はどれぐらいいらっしゃるんですか。今ですね、名簿上200名ぐらい、はい、いまして、今回ありますが200名予定にしております。あの、これは今福山っていうふうについていますけれども、はい、全国の名前がついてたりするんですか。そうです、北海道青森同好会から沖縄青森同好会まで全国にこういろんな会があると思います。その中でも北海道が会員数が500名600名と一番大きいんです。そうですか、まあ、沖縄から一番遠いところなんですよ ね、すごい、一番なんか由来があるんでしょうね。なんかやっぱ一番珍しいんだと思います。ああ、なるほど。憧れとかなんか珍しさがだと思います。なんか公認されてるんですかこの青森の。そうです。はい。今年やっとあの初正式公認ということで、沖縄青森の女王そして組合長、皆さんやってきます。だからもうイベントもとても楽しいイベントになっていると思います。うん。ということでイベントということで7月13日、はい、金曜日に大きいイベントが今年は予定していると。はい。はい、リム福山の9階スカイホールでですね、6時半会場、会費は5000円になっております。当日券も若干用意してますので、ぜひ皆様来ていただければ。これなんかイベントの名称っていうのはどういう名称なんですか。福山青森同好会、総会ということですね。総会、はい、やらせていただいて。というわけでこれ総会が7月13日あるんですけど、はい、1年間通じてどんな活動されてるんですか。1年通じてまだ予定は立ってないですが、一応1年間4回ぐらい青森を楽しむ会ということでですね、いろんな屋台村とかうちのお店を使ったりしてですね、青森を楽しむ会を作っていこうと思います。なるほど。ちなみにこれは別に沖縄県人じゃなくても入れる。 OK です。どなたでも参加資格は特に、はい、よし、20歳以上ということ。20歳以上、そこは重要ですね。はい、そこは英才教育はそうなんですよ、ね、重要ですね。最近厳しいですから気をつけていただいて、はい、というわけでこれ会員になろうと思ったら、じゃあとにかくイベントに行けば。そうです、あの出席していただければ名簿上に載りますので、ご案内のハガキも行くと思います。じゃあとりあえずまず今年7月13日金曜日のイベントに行くっていうのがいいんだということでしょうか。はい、そうです、はい、ぜひ。ちなみにイベントはどんなことが
楽しみです、内容ですね、沖縄 の, あのプロの歌者であります石川陽子さんが来られます。三線民謡ライブ、そして、大抽選会、これあのメインのトークショーがですね、航空券、沖縄航空券になってますので、とてもいいと思います。カープチケットもありますし、はい、青森の珍しい青森各種もあります、はい、で関連の協力していただいた店舗の、食事券などいっぱい、多分来られる方の半分以上当たる確率でご用意してます。すごいですね。だってさっき5000円でしたよね、参加。そうです。なんかお得じゃないですか。お得だと思います。これ沖縄はもう何だったらあのカープのキャンプ見に行くみたいなのも、そうですね、できなくはないですよね。そうですね、ぜひ。なんかこれライブではガキヤさんも、そうなんです、演奏される、はい、はい。僕はあの最後のカチャーシーって言ってですね、はい、最後みんなで手踊りをしますが、あ、そこの担当になっておりますんで、こういう、そう、右に左に、右に左にこう踊るやつ、はい、その時に弾いていただける。そうです、みんなで踊るんですか。じゃあみんなで踊ります。あれ踊り方教えていただきたいですね。ね、うちの店長得意ですから。あ、そうなんですか、はい、ちょっとやってみてもらっていいですか。これ映像に残らない、窓を開けるように、はい、閉めるように、開けるように閉める、こういう左右に、うん、男性の方はちょっとグーにして強さを、はい、あアピールしていただいて、なんかこうスナップ効いてる感じしますよね。女性は柔らかく手を、なんかあれなんですね、言葉遣いも男女違うように、うん、そうですね、踊り方も違う、はい、男性は男性らしく、女性は女性らしくということで、うん、やります。まあ、服屋も荷上がりは確かに、うん、そうですね、女性用の見つけありますもんね、はい、あ、確かに、やっぱそれぞれあるんですね。ちなみにあの本題の青森もいろんな種類あるんですか、はい、そうです、青森時代酒造所が46ほどありまして、はい、銘柄的には多分全部銘柄入れると4,500まであると思いますが、多分知らない方がほとんどなんですよ、はい、青森ってどのぐらい、10種類ぐらいじゃなくて500種類ぐらいあるということで、その中の10酒造所今回取られます。なので10酒造所の3銘柄としても30種類青森が味わえるようになってますので、はい、多分見たことない美味しい青森も発見できるはずです。楽しみですね。伊佐川さんおすすめありますか。ザンパのやっぱり黒が、そうですね、スタンダードな、はい、沖縄といえばザン黒、うん、有名です。他には中高とか、中高、あと瑞泉とか有名ですね。瑞泉、はい、離島に行ったら黒真珠とか、あ、黒真珠初めて聞きましたね。この辺では久米島の久米泉とか、はい、ね、多いです。ちなみにどう飲むのがいいんですか。クースといって寝かしたタイプの青森は純粋にロックにするか、ストレートで匂いは香りを味わいながら飲むのがいいと思います。僕たちはだいたいあの沖縄県人で強いイメージがあると思うんですけど、はい、だいたい薄い水割りで飲むんですよ。ゆっくりゆっくり、その代わり時間が長くて、はい、朝方まで飲むんですね。ああ、そう、三品茶でも、そうです、あ、三品茶で割る、割る、はい、今有名になったのはコーヒーで割る、コーヒー割り、コーヒー、はい、沖縄のおじいおばあに多いのは実は牛乳割り、はあ、体にいいのか悪いのかわからないんですけど、結構考えてる、なるほど、結構考えてるんですね。そうなんです。でもあの時々我々もいろんなことで沖縄行くんですけど、あれ衝撃的なのは締めに結構深夜にステーキ食べるじゃないですか。ああ、そうですね。今テレビでも放送されましたもんね。ステーキ屋も24時間空いてるとこが結構あるんですよ。そうなんですよね。なんか健康的なのかどうなのかもちょっと分かんないなと思います。すごいですよね。朝ごはん兼ねて、あ、朝ごはん兼ねて、朝ごはん兼ねてね、なるほど、あのね、夜中までね、ええ、やるわけですか。仕事帰りの服のまんま朝まで飲んでるおじいがいますからね。ああ、ね、でも長寿ですよね。長寿なんです。悩みが少ないんだと思います。時間がちょっとゆっくりこう流れてるので、うん、みんな仲いいですしね。あ、みんなが仲がいいっていうのがね。はい、ああ、そうですね。いいですよね。環境的にね、確かに人的環境も良くって、ね、自然的環境も良くって、はい、空気もきれい。はい、まあでも本当に沖縄の歌も曲も楽器もなんかそういうゆっくりした時間を感じられる音しますね。今日三振持ってきてやってますね、これ、はい、
とても貴重な三振だ。貴重な三振と言いますと、僕のあの先輩の片身の三振なので、あの40年50年ぐらいかな、もう鱗も取れて、はい、それでも破けないという。あ、本当そうですね。毎日こう愛情込めて弾いてると破けないんです。へえ、そうなんですか。これも1年放たらかすとすぐ破けるんです。不思議とですね、これ愛情かけてあげないといけないということで、はい、今つまびいてらっしゃいますけど、人生初です。人生初の三振さっきちょっとだけ習って海の声がここまで、ここまで完璧です。ここまでだけ。いや、3音でも分かりました、何の曲か、そうですね。いや、すごいですね。結構誰にでもできる楽器ということで、手軽にね、3本しか弦がないので。あ、いや、だから難しいと思ったんですけど、ね、すごいですね、音色がね。やっぱり僕こんなに弾きますけど、ギター握らせたら何も弾けませんからね。そうですか。一度習ったんですけど、僕には無理と思いましたね。あ、倍になっちゃいけない。あ、倍になったらダメなんですよ。ということですね。今日はですね、ガキ屋さんに演奏しながら歌っていただこうと思うんですけど、はい、よろしいでしょうか。よろしくお願いいたします。はい、では曲紹介をしていただけますか。はい、これ今日歌うのはですね、白雲流れてって言って、白い雲が流れる様を人生に見立てて、この白い雲のようにこう漂うように悩みなく流れていきたいなという曲なんですが、僕の先輩の片身の三振でね、あのゆっくり聴いてほしいと思います。ではお願いします。じゃあ今日は先輩の片身の三振を持ってきました。自由に空を飛びたい白雲流れて。さよさ、一遇一遇
マリン豊かながら深くくくる淡路ちうちうわたわら白く流り我が島や長やしくしじいか します。よろしくお願いします。しかしやっぱりガキヤさんいい声ですね、ありがとうございます。聞かせるなと思ったんですけど。とっても緊張しましたけどね。いやでもさっき聞いてたらあの楽器は三振が初。そうなんです。だったんです、ね。他に何もしたことないんですけど。うん。しかも習い始めたのはお店をやってからなんですね。はい、そうですね。独学でですね。はい。はい、やっぱこうすごいですね。なんか血が流れてるのかもしれませんね。ああ、はい、いやすごいですよ。でもガキヤさんももともと沖縄生まれ、はい、で伊佐川さんももともと沖縄ですよね、はい、こうお二人何をきっかけに福山だったんですか、僕は親兄弟でですね日本交換で、はい、うちのお父さんがあの船乗ってまして、その前にあの川崎製鉄、その後横浜に移りまして、でその後に日本交換であの船で入って、ここが土地があったのか、ここであのみんなね、住んで兄弟全員ここで結婚して全員ここで子供を産んでる、はあ、そういうことなんですね、はい、で伊佐川さんは何をきっかけですか。就職で。あ、就職で。祖母の方の就職で。あ、そうなんですね。でそのまま来られて、はい、そしてそのまま福山に、はい、住み心地がよく、お、うん、よかったと、はい、どんなとこが福山いいですか。やっぱり人が優しいですかね、うん、優しいですね。近所の人たちにも一人暮らしということでお弁当いただいたり、はい、お野菜いただいたりすることもある。最初ちょっとシャイなところあるかもしれませんけど、内側に入るとものすごい温かい、ね、そうですそうです。じゃあそうやって福山をこう気に入っていただいて、はい、今住んでいただいてますが、沖縄の魅力福山で味わえるっていうのでいくと何がありますか。うちの店に来ていただいて、はい、やっぱりもずくを食べていただくことです。もずくね、海ぶどうとかね。あ、海ぶどうですね。あと島らっきょうとか、はい、もう沖縄から週に一度あの送ってもらうのでですね、新鮮な野菜、そういった珍しいものが常に味わえるという。空輸なんですね。そうなんです。空輸で。送料が高いですけど、ね、そうですよね。大変ですよね。はい、じゃあ年に何回か沖縄行ってこう仕入れに行ったりとかそういうのするんですか。なかなか店長はたまに帰る。僕は休みが取れなくてですね、今6年帰ってないですね。あ、そうですか。今年久しぶりに6年ぶりに帰るんです。8月に。これのプロ の, あの三振の方のお手伝いということでですね、はい、8月後半に1週間ほどお手伝いやってくる。やっと6年ぶりに帰れるのはとっても楽しみなんです。ね、嬉しいですね。でもガキヤさん本当にいろんなところで引きに行かれてるんですね。そうなんです。広島も岡山も行きますが、あのいろんなところで老人ホームの活動とかですね、はい、学校関係も今英進さんに9年ほど行ってます。中学校多いですね、英進さん指導とかで行ってます。子どもたちとあの老人たちで共通点があって、はい、純粋に音に喜んでくれるんです。それが楽しくて老人ホームもよく待ってます。あ、そうですか。なんか結婚式でも引かれてるんですか。結婚式も楽しくなりますね、ああいうところ。そうですよね。みんなで踊っちゃう、踊ってほしいんですがね、はい、なかなか福山の方もまだちょっとおとなしい方が多くてですね、恥ずかしがり屋乗るまでちょっと時間がかかるんで、はい、あの先にこう打ち合わせをして必ず踊ってくださいよという人を見つけて、そこから入ります。本番に事前の少し根回しして、はい、そうです、乗せていくっていうのが重要ですね。、はい、でもそういう意味では
ガキ屋さんのこの三振も福山で味わえる沖縄の魅力です、ね、そうですね、はい、うん、毎日やってますか。あ、毎日やってる、はい、これごっぱち行くと毎日弾いてくれるんですか。そうです、リクエストしてくれたら、まあ、僕が料理もしますけど、料理が落ち着き次第、はい、僕が表出て三振行くように頑張ってます、伊佐川さんも弾けるんですか。弾きます。人に聞かせられるほどではないですけど太鼓叩いてくれます。あ、そうなんですか、ね、はい、へえ。ライブ行く時も三振と太鼓で行くことが多いです。あ、そうなんですね。じゃあお二人でこう行ってやる、はいはい、いいですね、すごいですね。ちなみに皆さんに沖縄ごっぱち酒場の場所を、そうですね、ちょっと紹介したいと思います。ごっぱち酒場はちょうど10年になりますが、はい、福山駅の三捨ての南口、南側ですね、郵便局、三線の中に郵便局があるんですけど、その出口を出たところ、道向かい側に、沖縄ごっぱち酒場、営業中はとっても大きい音で沖縄民謡が流れてますんで、多分すぐ分かると思います。伏見町の、まあ、一番駅側の、そうです、はい、道沿いをこう歩いていくとありますね、はいはい、もう旗が、ちょっと派手な感じでなってますけど、ね、沖縄感満載で、はい、すぐ分かる、はい、分かると思います。じゃあ曲が楽しみたくなったらぜひぜひ遊びに来てください。教えてくれたりするんですか、三振。体験もやってますからね。あ、そうなんですね。でお店の中に三振が今8個ほど置いてますので、体験で使う三振もあります。はい、はい、楽しいですね、やりたいですね、ぜひ楽しいです。ちなみに広島にも沖縄県人会っていうのがあるそうなんです、はい、これ広島もかなり大きくてですね、広島沖縄県人会今500名ぐらいメンバーがあります。あ、結構多いですね。僕は東部地区の理事をやってまして、はい、まあ、活動は広島市内が多いんですけど、ここから会員が増えていけば東部でもその県人会活動をやっていこうとして今いっぱい努力しています。ぜひ、福山在住の沖縄県人の方がおられましたら県人会の方も参加していただければと思います。ちなみにせっかくなんでお二人からそれぞれふるさと沖縄の魅力もちょっと教えていただきたいなと思います。そうですね、どうぞ。伊佐川さんどうですか。ですね、よくお客さんにもどこに行ったらいいって聞かれるんですけど、一番やっぱり弁当を持って海に行ってもらってゆっくり時間を過ごしてもらいたいですかね。うん、ゆっくりした時間がいいですね、やっぱね。ラキアさんいかがですか。僕もね、いつも思うんですよ、今沖縄に移住する人って多いじゃないですか、ええ、でも僕たちはどっちかというと帰れない組なんですよ、仕事がなくてですね。だから沖縄にももっと雇用を生んでいただいて、まあ、雇用を生むためには内地に出てきている僕たちが頑張らないと雇用も生まれないので、そういうことも含めて、外に出ている沖縄県人がまた中に沖縄に帰れるような沖縄をね、目指して、それにはやっぱりとても綺麗な海とその人の温かさがいつまでも残ってないといけないと思います。それをつなげるためにもうそれが懐かしくて帰りたいですね。うん、はい、それでは2人の役割重要ですね、はい、でも沖縄はなんと去年、はい、ハワイを抜いたんですよね、観光客数が。あ、そうですか。そうなんですよ、すごい、ね、すごいんですよ今訪れる人たくさんいるんで、そういう人をもてなすサービスとしては、ね、雇用もこれからどんどん増えるんじゃないかと思うんで、はい、そういう意味ではまずは7月の13日金曜日、はい、6時半一応オープンして、はい、会場ですね、で7時スタート、はい、そうです。でリムの9階スカイホール A で、はい、お待ちしてます。お待ちしてます。ここに行けば仲間に入れるということですね、はいはい、ぜひ青森を飲みに来てください。ぜひぜひ、おすすめですね。今夜はどうもありがとうございました。ありがとうございました。今夜の主役は福山青森同好会副会長ガキ屋のぼんさんと沖縄ごっぱち酒場店長伊佐川千夏さん、ゲストコメンテーター小林文明さんでした。ナビゲーター平野恵子でお送りしました。あなたの出番です。次の主役はあなたの番かも。それではまた来週。この番組はコーアグスタン、カネソ22の提供でお送りしました。